ただいま戦線のご装束が完発されました。精鋭なる帝国陸海軍は今や決死の戦いを行いつつあります。東亜全極の平和はこれを念願する帝国のあらゆる努力にもかかわらず、ついに決裂のやむなきに至ったのであります。下半来政府はあらゆる手段を尽くし、対米国交調整の成立に努力してまいりましたが、彼は従来の主張を一歩も譲らざるのみならず、かえって英蘭氏と連合し、しなより我が陸海軍の無条件全面撤兵、南京政府の否認、道どこい三国条約の破棄を要求し、帝国の一方的譲歩を強要してまいりました。これに対し帝国はあくまで平和的妥結の努力を続けてまいりましたが、米国は何ら反省の色を示さず今日に至りました。もし帝国にして彼らの徴用に屈辱せんか、米国の権威を失墜、品字編の完遂を聞き得たるのみならず、ついには帝国の存立をも期待に落とし陥らしむる結果となるのであります。ことここに至りましては、帝国は現下の危局を打開し、自存自衛を全うするため断固として立ち上がるのやむなきに至ったのであります。今戦線の大将を廃しまして恐怖感激に耐えません。私そうなりといえども、一瞬を捧げて決死奉公、ただただ人権を休んじ立てまつらんとの念願のみであります。国民諸君もまた己が身を顧みず、自己の見立てたるの光栄を同じくされるもんと信ずるものであります。およそ道理の要決は一生の信念を堅持することであります。建国2600年、我らは未だかつて戦いに敗れたことを知りません。この奇跡の開口こそ、いかなる強敵をも破壊するの確信を生ずるものであります。我らは豪気ある祖国の歴史を断じて汚さざるとともに、さらに栄えある帝国の明日を建設せんことを固く誓うものであります。顧みれば我らは今日まで隠忍と市長との最大限を重ねたのでありましょうが、断じて屋敷を求めたものでなく、また敵の強大を恐れたものでもありません。さすら世界平和の維持と人類の参加の奉仕とを懇願したのに他なりません。しかも敵の挑戦を受け、祖国の生存と権威とが危うきに及びましては、決然立たざるを得ないのであります。当面の敵は物資の豊富を誇り、これによって世界の制覇を目指しておるのであります。この敵を
粉砕し、同和不動の新秩序を建設せんがためには、当然、長期戦たることを予想せねばなりません。これと同時に、絶大の建設的努力を要すること、言を要しません。かくて、我らはあくまで最後の勝利が祖国日本にあることを確信し、いかなる困難も障害も克服して進まなければなりません。これこそ昭和の御民、我らに課せられたる天与の試練であり、この試練を突破して後にこそ大東亜建設者としての栄誉を後世に祈ることができるのであります。この時にあたり、満州国および中華民国との一徳一心の関係、いよいよ独自両国との迷惑、ますます敵を加えつつあるを解禁とするものであります。帝国の流体、昭和の荒廃、まさにこの一線にあり、一億国民が一体を挙げて、国に報い、国に準ずるの時は今であります。発行を家となす公募のもとに、この緊急報告の大精神ある限り、英米と言えども、何ら恐るるに足らないのであります。勝利は常に民意のもとにありと確信いたすものであります。私はここに謹んで議長を指摘し、国民と共に開業翼賛の単身を誓うしたいであります。終わり。